素晴らしい賛美を感謝します今日の賛美を皆さんエンジョイされましたか the presence of God is so wonderful、ね、there's only a few of us here but the Holy Spirit's here and 数しかりませんけれども <great S 2> はもはうマリマあ、あの皆様にお知らせですけれども、マスクと、えっと、教会のカーの知らがついているものです。You can take these 事務所の方で作っておりますのでこれを電動でぜひ皆さんどんどん持ち歩いてください。誰でも今マスクを受け取ってくれますので。 今ネットでご覧の方も、教会に来ていただけましたら、これを差し上げられますので、どうぞ、伝道のために使ってください。神様はどんなことでもあの益としてくださり、用いてくださいます。悪魔が悪い仕業をしたところで、神様はすべてを益に変えてくださいます。マョ感謝しますあウニョンニ 僕氏に神様から死と <laughs> の,の働きに出てくるルディアさんのようにルディアという姉妹は人のためにいろいろ尽くすタイプの人でした。 そしてウニョンボクシーあなたには人のために自分を犠牲にしてでも使えるそういう特殊な賜物が与えられています。教会のメンバーはみんなそれぞれ神様から素晴らしい賜物もの、別な賜物をいただいていますけれども。 でもその自分を犠牲にしてでも人のために使えるそういったものはとても珍しくそれをあなたはいただいています。とても素晴らしい姉妹です。リ,リディアは死からよみがえったっけそうでしたっけそうでしょ

死から蘇らされましたね、<Wow. S 1> ペテロとですね。Great. Great, はい、本当に素晴らしい。In English. あ英語版の癒しの証し集が出ました。いろんな今まで わからなかった証も今回英語でいっぱい読むことができました、so、もうまんな癒しやかにあったなやまさんたされるものがいさぱいありました I, I when, uh, uh, けやまさんは、た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 けやは、は、 友達は娘を連れてしまました、うん、はい。娘、メイコさんですよね。あのその友人の方が娘さんを連れてきたんですね。Birth, kind of on 脳の,あの一部に生まれたときから障害を持っていて。のま半分体少しし であのかかあの体の半分がです、ね、少し麻痺を持っているという状態で方で、彼女、その女の子のために祈りましたね。And went あああ <Okay. S 2> それで、<And so S 2> 後ろのあの大きい駐車場のところで走ってみてもらいました。え you know,、really、その女の子のお母さんが後であの証を送ってくれたんです。 走るときにいつもこう足をこう引きずるようにして走っていた運動会でなんと3等になることができたそうです。握 <laughs> 手をささげましょう。You know, あでこうあの、えっと、鉄棒に片っぽの,あの麻痺している方の腕を。

目の黒いところに傷を作ってしまったんですね。とても痛みがあって、眼科にも行ったそうです <After> prayer, で。祈った後に癒されまして、doctor, で眼科に戻りましたで。その先生は3回調べたそうです。こんな治ってしまうなんてありえないということで、3回調べたけど、どこにも。 Because he そんなことが起こるのか。その眼科の先生が何度調べても,もう傷が見えないので、あ多分あなたの反対の目に触れ終わったんじゃないんですかって言って、<of course. S 2> また調べたけれども、<Such, S 2> なかった。こういう素晴らしい証がいっぱいあって、もう忘れかけてしまっていたことが

それ以外にも says, ああ、ウニョン先生の癒しの祈り。ブライアンが祈ってくれましたとか。エステルカイの姉妹たちが癒やしてくれました。<laughs> そういう証がいっぱいあるんですよ。So、本当に教会のメンバーたちがたくさん癒しの働きしていますね。 私たちは本当にありがとうございま本当に主がとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 ちょっとしたあのビデオを今日用意しました。神様が今も生きて働いておられることはパキスタンのカラチで撮られました。これはパキスタンのカラチで撮られました。これはパキスタンのカラチで撮られました。この伝道集会に100万人の海教徒たちが集まっている。そういうものですね。 暗くした方がいいですかマーリン・キャローラーズさんですかあ違う違うあマう。マーリン・ヒキーさん。This is Malin Hiki-san to yne And that meeting. That's a crocheted yeah. In Karachi, in Pakistan, the of Karachi Karachi Pakistan. they gathered to hear Pakistan. this 85-year-old grandmother share the good news about Jesus. 85 years old. She has something No one may know your name, but Jesus knows your name. Yes, she needs to tell a million, million people. In and salvation in Jesus. 1 million Muslims in あのパキスタンのカラジで100万人のあの開教徒の人たちが集まってきてるんです。まああの世の中ではですねウイルスだけが活躍しているわけではなく。 様々なことが起こっているというこ、ね、今も生働いておられます、so、今朝はイエス様のことをお話しいたします and, 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 and is, メッセージの今日のタイトルは today, 珍しい、えー、と火は冷たくならないアメン

Cloud by day and fire by night in the Old Testament. Jesus said, I will baptize you with the Holy Spirit and fire. In Hebrews, it said God makes his ministers flames of fire. Hebrews 1, 1 7.

Is a wonderful symbol of the Holy Spirit. A here. A fire is always moving. Have you ever seen a fire just stop? No, it's always moving. Fire is always light. Darkness never comes from fire. 光に暗闇がこう入り込むことはできませんね。If the Holy Spirit is present, there will be light, and it will be moving. いい the Holy Spirit never comes to do nothing.、えー、いい Let me say that again. The Holy Spirit

またこの火というものは、熱いものです。あいものです。あに手をかざしてですね、あら、冷たいなんて思うことはありませんね。火というのは熱いものです。Jesus in Revelation said, I'd rather you were hot. Or cold, but be あなたは熱いか冷たいかでありなさい、えーと。生ぬるくあってはいけないとおっしゃっていました。

と言ってるんですねイエス様も私はあなた方にバプ聖霊とそして炎のバプテスマを授けるために来ましたとおっしゃいましたですから聖霊様が来られるときには常にこの炎を伴ってくる

サイ祭壇の上の何とかにあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。The fire is to be kept burning all the time.2 s u n、ね、s, <S, <節> <S e <The> t i t t h e fire shall be kept burning continually on the altar. It shall not go out. Okay? That was the law of Moses. 火が祭壇んなところにけてなけのばけ消いてはいけないんだというのがモーセの立ないあるということです、ね、の写<真>がえていないんだというのがえていないです。 Uh, altar in the wilderness, okay, tabernacle. They had gotten everything ready. Then fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and portion of the fat altar. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. The first fire came, God sent it.

2 Chronicles、after he got everything ready, Solomon prayed a prayer. でで、ねね、Now, when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering, the sacrifice, and the glory filled the house.、Okay? Solomon が祈りを終えると、火が点からまた降ってきたと。

神様が the そしてその燃え始めた日を人々がずっと燃え続けさせていくということです。Now, you know like、旧約と新約をこう比べるのはとても面白いことですね。Now, 最初の祭壇の日は天から 下ってきましたでこの新約時代の 宮というのは私たちのことですそして新約時代の祭壇というのは私たちの心にあるわけです、ね、ペンテコステの時に何が起こりましたか天から火が降ってきてそして弟子たちの心に火がついたわけですこれは旧約がその雛形です、ね Came down from heaven. 最初の日が天から降りてきた。Amen? そして弟子たちはその日を燃え続けさせていったんです、ね。Hallelujah! And once that fire was lit, it's been burning ever since。その日が一旦燃え始めると、それがずっと燃え続けているんです。 Biblically speaking we now are the temple of the Holy Spirit and Jesus said I will baptize you with the Holy Spirit and fire you know, there's something about fire It's very attractive You know, Moses saw the burning bush and he turned to go see it

私自身が、えー、を燃えさせる。それによって人々が私,私がな燃えるのを見に来るんですよ。Amen!Fire attracts people! 炎というのは人を引きつけるものです。また、<You> know, 火というのは fire, もし建物があに火がついてしまうと、みんな <laughs> 見に来ますよね。 今度の日曜日、1000人ぐらい人を集めることもできるかもしれない set the building on fire. ここが火事になってしまった Everybody <will> come. たくさん人が見に来るんですね。ね <Amen. Or, S 2> あるいは、your, you 皆さんが自分自身を火で燃えさせるハレルヤということでしょうす火というのは人を引きつけます。

全然形もて変,変わんですよ。Fire, 精霊によってあなたが、えー、バプテスマを受けるとですね、あなたは変えられてしまうんです。モーセの立法のその日を燃え続けさせなさい。決してはならないと書かれていましたね。ルカの24四をお願いします。 This is, remember, the, the two, uh, uh, the road to Emmaus? And Jesus came walking? And this is what they said. Were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road? 道々お話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心はうちに燃えていたではないか。聖書を説明してくださっていた時。イエス様がです、ね、私たちに語ってくださると私たちの心は燃えていくんですね。 この新約に生きる私たちも私たちの心をイエス様のためにいつも燃やしていかなければならないんです。Amen. Now, here's how it works: God sets our hearts on fire. 神様が私たちの心に火をつけてくださいま私た。ちの心に <And> then, 燃やしてくれます。Kind of それを燃やし続けるのは私たちの責任ともいえます。<started> it, 神様が始められたんです。私たちはそれを継続していくんです。Like まあ、結婚生活にも似ています。You know, 恋に落ちるのは簡単かもしれませんが。

耐えてしまいました。という人がいるけれど。それは何なんでしょうかそれはあなたに問題があるようです。それはあなたに問題があでいつも燃えさせられるための秘訣でです。

あ、あ、this one is our part. This is you do this. the Bible this. keep yourself this. the love of You do this. job now isn't that a wonderful responsibility? これって素晴らしい責任だと思いませんか ?I mean, that's really, that's our job.I've just got to stay in love with Jesus.That's my job.Okay!If、ね、I had to stay holy, well, I, I can't do that.I can just stay holy, I can't do that.Cannot. 家に居続けなさいと。I cannot stay holy.Holy? ああ。

神様の方から私たちを探してくださいました。He first our feet. そして神様がまず私たちの足を洗ってくださった。He first died for us. 神様がまず私たちのために死んでくださった。He first came seeking f o

This is so wonderful. The one thing we're asked to do, stay in love. You know, this, this is something here's some we all why don't you, when you wake up in the morning? Jesus, I love you. And before you go to sleep at night. と語り、そして寝る前にも。Jesus, I love you. イエス様愛しています。<love> 愛しています。It. It. これぜひ実践してくださいね。Time, Jesus, そして日中もイエス様愛しています。アーメン。と、Let's、right、今イエス様に、投げキスをしませんか、ご一緒に。一、二、一、二、三。<laughs> Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. He's so easy to love. I I've 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 always made this statement and I am gonna say it again. Why when God blesses us more do we love him less? 出ることなんですけれども神様が私たちを祝福してくだされば祝福してくださるほど私たちは神様を愛さなくなってしまうという現象が起こってしまう。なぜでしょうか Bible, 聖書を読んでいくと <Old Testament, S 1> 旧約聖書神様がご自分の民を祝福されるとだんだん神様から離れていくんですね。 でまた問題の中にとる。いと、カミに叫びもめる。いと、カミに叫びもめる。と、神様が彼らを救ってくださる。bless them. で、してくださる。で、この必要なものが全部また整うと、また神様から離れようとする。You read the whole pattern in the Old t e s t a m e n t c u r e にはそういう p ターン e r n が、いりと、が。

In the New Testament, 新約聖書では? Europe was one of the most Christian places on earth. They were the most blessed. They, they, could, they were sending out colonies everywhere because they had so much power. もういろんなところに力があるので、えーその、占領地、植民地を作っていきました。アダヴンスメントいろんなことで発展していきました。The more they got blessed. 祝福されていくといくほど。なお、まあ、ヨーロッパはキリスト教的に見るとですね、ヨーロッパは本当に神様から今、どんどん離れていますね。 神様はとても困っていらっしゃるんじゃないんでしょうか。Problem, まあ神様が困ることがあるかどうか分かりませんが。ご自分の子供を愛しておられる。そして祝福したいと願っておられる。Does, ところが祝福すると、<no> 神様との時間をもう持つこともないようになりま ジェム、えームズは、ヤコブが言っていますね。The poor are rich in faith.Why does it have to be like that?Why couldn't it say,The blessed are rich in faith?Why couldn't the Bible say it? なぜあの箇所で、豊かな。あの えっと、豊かなものは、えっと、信仰においても豊かであるというふうに言えないんでしょうかそれは聖書の歴史を見ていってもそういうことではなかったからです。It shows once 祝福をいっぱい受けて、そして豊かになると、もう神様は必要ないということになっていくというパターンがずっと続いてしまったで。But the one thing でも、神様がすべてをしてくださる。その中で私たちが唯一するべきこと。

神様がご自分の民を祝福すれば祝福するほど民が神様を愛し,てくださる愛してくれるというような状況を神様はどれほど待ち望んでおられることでしょう ?Amen.Well, Lord, 主要 ICF Church. ICF の教会が us, あなたの祝福を受ければ受けるほどあなたを愛する教会になりますようにですからどうぞ祝福してください more more. 私たちはあなたをますます愛しますあめんでしょうか Why are the poor rich in faith? I don't understand it. Anyway, uh, 21. Huh? Keep yourself in the love of God. Now, look what it says in verse 24. Ha! Now to him who is able to keep you. あなた方をつまずかないように守ることができる方。Keep you from stumbling.Keep、はい、you from stumbling.Make <I see. S 2> you stand.、えー、そして、見舞いに立た,せて立たせることのできる方。If we will keep ourselves in love. 私たちが神様の愛の中に自分自身を保つことができるなら神様があなたを守ってくださるんですね。You, そしてこの栄光の見舞いに立たせてくださることができる。皆さんがもし自分自身を神様の愛の中に保つことができないと、God will still keep you. God will still make you stand! Because He's so good! Hallelujah! But He gives us the opportunity to keep ourselves in the Lord! All glory in the Lord! Don't worry, even if you don't do what's right, He still does what's right! He's so good!

神様の愛の中に自分自身を保ってください。朝になったら、目が覚めたら、イエス様、愛してます。そして、寝る前にも、奥さんにキスをした後に、イエス様、愛してます。では祈りましょうイエス様ああ、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  あなたは祭壇に火をつけてくださいました。私たちに火をつけてくださいました。そして、その火を燃やし続けなさいとおっしゃいました。そして、イエス様の愛の中に自分自身を保ちなさいとおっしゃいました。 あなた、は私たちを愛することを決してやめられません。いつもあなたの愛の中にいることができるように助けてください。素晴らしいイエス様のお名前によってお祈りします。あめん。どうぞ、皆様、立ち上がり3秒をさげましょう。 ゼパニア3章17節で「主があなたのために歌っておられると」というところがきたあ,るあるんですけれども、あのーえー、と今、見てらっしゃる方の中で「鬱の方「鬱の方今日、神様があなたのために喜んで歌っておられるその声を聞くと思いますそして鬱は癒されます。 アーメン、イエス様の皆によってそして火が来るそうです。<laughs> あのああのいろんなバイキンをですね燃やし尽くす火がやってきます。火がコロナウイルスを死に絶えさせます。アーメ霊の火がですね。 イエスの皆によってコロナウイルスがイエスの皆によって死にたえよ。さっきあのちゃんと修正しましたいや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 今年初めての間違いではありませんけれども <laughs> ルディアではなくドルカスの先ほどは間違いでした。 素晴らしい一週間をお過ごしください、皆さん、<bless> 祝福ありますように。